押し入れの中で保管していた段ボールを開け、俺はアルバムを手に取った。子供の頃の写真には必ずと言っていいほど同じ女の子が隣に写っている。体操着に鉢巻き、俺の横で2位の旗を持ち、悔しそうに泣きながらもピースをしているのは幼馴染みの山田玲だ。こんな時期があったんだな。誰もいない部屋で一人つぶやいてみる。俺と玲の関係は親がきっかけで大きく変わってしまった。俺の名前は鈴木慎吾、26歳。今は地方で一人暮らしをしている。小さい頃は父親が勤めている会社の社宅に住んでいた。社宅は都心から離れた場所にある3階建てのアパートで、大きな川が近くに流れていた。山田玲は隣の部屋に住んでいて、父親同士は会社の同期。俺と玲も同級生という不思議な縁でつながっていた。小学3年生くらいまでは一緒に食事をしたり、キャンプに行ったり、家族ぐるみの付き合いをしていた。その中で唯一気になったことといえば、俺がスイミング教室に通い始めると、レイも通い始め、俺がピアノを習い始めると、レイも同じタイミングで習い始めたことだ。一緒に習い事ができるのは嬉しかったが、いつまで経っても顔を水につけるのを怖がるレイを見て、俺はかわいそうに思えた。スイミングで俺が先に進級したとき、レイはかなり落ち込んでいた。理由を聞くと、なんで慎吾ができることがあなたにはできないのってお母さんに怒られる。と言い、話の途中で泣いていた。レイは水が苦手なのに頑張ってるよね。それに、俺はピアノが苦手だけど、レイはすごく上手じゃん。そう言うと、レイは泣き止み、笑顔になった。その後も、俺たちの関係は母親同士の張り合いと、父親同士の出世争いに巻き込まれることになる。俺が小学5年生になった頃、父がレイの父親よりも先に昇進。俺の家では家族3人で昇進祝いのパーティーをした。次の日の帰り道、レイが、私のお父さんの方がすごいんだからね。そう言って体操服の袋を投げつけてきた。俺が呆然としていると、レイは涙目で睨みつけてきて、逃げるように帰っていった。その日からというもの、レイは俺に対し、勉強やスポーツで異常に張り合うようになった。俺はピアノだけは相変わらず上達しなかったが、それ以外は特に努力しなくてもできた。テストはいつも満点だったし、マラソン大会でも毎年1位だった。レイは運動が苦手だったが、マラソン大会に向けて川沿いを毎日走っていた。どうしてそんなに張り合うの？俺がそう聞くと、レイはふてくされながら、だって、お母さんが慎吾には負けちゃいけないって、お父さんが負けちゃったから、私は勝ちなさいって言うの。そう答えた。俺が勝つと、レイが苦しむのか。そう思った俺は、テストでわざと悪い点を取るように。レイは俺の点数を見ると、自分のテストを見せつけ、嬉しそうに自慢していた。レイの喜ぶ顔を見られたのが嬉しくて、俺は何度もそれを繰り返した。するとレイは俺のわざとに気づいてしまい、バカにしないでよと大激怒。その日から笑ってくれるどころか俺を憎むようになってしまったのだった。中学に入るとレイは
髪を染め、化粧をし始めた。先生に怒られても反抗し、柄が悪い上級生の仲間に入るように。一方俺は、周りの推薦もあり、生徒会に入ることに。朝の服装チェックをしたときは、例に対して注意をしなければならなかった。すると、例は、舌打ちをしながら、陰キャが生きがってんじゃねえよと叫び、服装を直すことなく教室に入っていく。そのことが気に入らなかったのか、例は仲間をけしかけて、俺に嫌がらせをするようになった。そんな日々の中、俺のジャージが見当たらなくなった。探し回っていると、焼却炉で俺のジャージを嬉しそうに捨てている例の姿を目撃してしまう。例は俺の姿を見つけると、一瞬驚いた後で、すぐに冷たい目に戻った。どうしてそこまでするんだ？俺が涙ながらに言うと、ちょっと父親が優秀だからって、調子に乗ってんじゃねえよ。それに男のくせに泣くとか、マジありえねえ。そう言って高笑いした。さらにレイは家族ぐるみで俺をどん底へと突き落とす。俺が中学2年の頃、父が本社から地方の営業所へと左遷されることになった。あいつは不正を働いた。そう告発したのは例の父親のようだが、当の父は全く身に覚えがないという。しかし会社の上層部から火のないところに煙は立たない。そう言われ、無実であることを信じてもらえなかったそうだ。父は自分が一番大変な時でも、ごめんな、迷惑をかけてしまって、と謝り、俺たちのことを気にかけてくれていた。俺も母も父が不正などするはずがない、と信じていた。落ち込む父に対し、母はにっこりと笑って肩を包む。引っ越し先は私の実家の近くだし、帰りやすくなってお母さんはラッキーよ。大丈夫。これからの人生もきっと楽しいものになるわよ。いつも明るく前向きな母に、父と俺は救われた。引っ越し当日、珍しく例の家族が俺の家を訪ねてきた。例の母親は、こんなことになってしまって、残念ね。そう言いながらも、口元は嬉しさをこらえきれない様子だった。荷物はトラックに詰め込み、俺は例の方を見つめる。彼女は相変わらずの冷たい目。そして俺にだけ聞こえる声で、私たちの勝ちね。あんたたちがいたせいで私は辛かったんだから。と言った。もう会うことはないし、最後くらい言い返してやろうかとも思ったが、その瞬間、小さかった頃の思い出が蘇る。レイ、俺はレイにずっと笑っていてほしかった。今まで迷惑をかけてごめんな。バイバイ。そう言って車に乗り込んだ。車が走り出し、サイドミラーを覗くと、レイはまだ俺を見ていた。それから12年の歳月が。俺は今、地方の営業で働いている。あの後、引っ越し先は田舎だったが、人に恵まれ、国立大学にも進学することができた。自慢だと思われるかもしれないが、俺は生まれつき才能に恵まれていて、努力することを知らなかった。しかし、目を閉じるたびに蘇るのは、必死に川沿いを走っている例の姿。あの頃の彼女に負けないよう、俺も努力することを決めた。そのことが、人生を大きく変えたのだった。今、俺は都内にある、
高層ビルの前に立っている。かなり大きい会社だ。すると突然、携帯電話が鳴った。11時から商談予定だったが、先方でトラブルが発生してしまい、時間をずらしてほしい、という連絡だった。もしよければ社員食堂でランチを食べていてほしい、と言われた。ちょうどお腹が空いていたので、ラッキーだと思うことに。受付で案内された場所に行ってみると、そこはまるでホテルのように豪華な食堂だった。さすが大手企業だな。受付で渡された食券を出し、おすすめと書いてあったステーキ定食を受け取る。ちょうどランチタイムということもあり、席はほぼ満席だ。幸い、端の方に一つだけ空いている席があった。向かいに座る女性に声をかけると、どうぞと言われたので座ることに。美味しく食事をいただいていると、向かいの女性に話しかけられる。もしかして、慎吾？俺はステーキを口に頬張ったまま顔を上げる。ふと胸元にあったネームプレートを見ると、山田と書かれていた。12年ぶりに会う幼馴染は、垢抜けすっかり大人の女性になっていた。え？もしかして、レイ？久しぶり。すごい偶然だね。もしかして、ここで働いているの？俺が驚きながら聞くと。そうよ。慎吾こそ、なんでこんなところにいるのよ。首にかけてるのって、来客用のプレートでしょ？この食堂は、来客者は立ち入り禁止なはずよ。確かに、周りを見渡すと、来客用のプレートをつけている人は見当たらない。慎吾って今は何をしているの？俺は中学の時に引っ越したところに今も住んでいるよ。一応一人暮らしはしているけどね。ちなみに今日は大事な取引があって。慎吾はまだ地方にいるんだ。あんな田舎、大した会社なんてないでしょ？ここは都内でも有数の商社よ。私はここで働いているの。すごいでしょう。田舎者の平社員のくせに、勝ち組が集まるこの場所で食事するなんて、おこがましいとは思わないの？レイは相変わらずマウント発言をしてくる。若干呆れながらも、レイが今でも俺のことを憎んでいることをひしひしと感じ、心が痛くなった。慎吾のお父さん、左遷された後で会社を辞めたんでしょ？地方でも何かやらかしたんじゃない？親子揃って負け組とか、マジ笑える。レイがいろいろと誤解をしているみたいだったので、俺は訂正しようとした。その時、鈴木さん、お待たせしてすみません。取引相手が小走りにやってきた。いえいえ、こちらこそ、こんなに美味しい食事をご馳走していただき、ありがとうございます。とんでもない。離職率を下げるためには、まずは社員食堂の質を上げる。鈴木さんの提案のおかげで、社員の満足度は上がりましたよ。俺と取引相手が仲良さそうに話しているそばで、レイをはじめ、周りの社員が驚いて姿勢を正している。社長。そう。俺の商談相手は、なかなか表に顔を出さないと有名な、この会社の松田社長だったのだ。え？慎吾って、三流会社の平社員なんでしょ？どうして社長が？レイがうろたえながら呟いた言葉が、松田社長の耳に入ると、顔を真っ赤にして怒る。なんてことを言うんだ君は。彼はな、多数の不動産を所持する、あの松本グループの後継者なんだぞ。大体誰なんだ君は。見たことない顔だな。絶句する例のもとに、上司らしき人が現れる。申し訳ありません。彼女は派遣社員でして、社長が存じ上げないのも当然です。ほら山田さん、社長と鈴木様に謝りなさい。
と言い、レイに謝罪を促した。うちの社員が飛んだ無礼をお許しください。いえいえ、気にしないでください。彼女は昔の知り合いでして、感動の再会を果たしたところなんですよ。そして、お辞儀をしたままのレイに、後で全部話すから待ってて。そう言い、松田社長と共に食堂を後にした。商談は無事に終わり、ほっとする。出口に向かうと、レイが肩を落として待っていた。お待たせ、そこのカフェでいい？そう聞くと、レイは静かにうなずく。俺たちはカフェに行き、コーヒーを二つ注文した。うつむいたまま何も喋らないレイに、俺はすべてを打ち明けた。父の左遷先は、偶然にも母方の祖父が社長を務める松本グループの本社がある場所だったこと。父の人柄を買っていた祖父は、いい機会だからと言い、父をヘッドハンティングしたのだ。そして父は目覚ましい結果を残し、松本グループで重役へと出世。俺も父に続きたいと思い、国立大学を卒業した後、松本グループに入社した。三世代で活躍し、俺は祖父から次期後継者に任命されたことを明かす。真実を知り、レイは唖然とした。レイの家はというと、父親が俺の父がいた座に収まったものの、力不足のため降格になったようだ。さらに、レイの母親は別に男を作り家を出て行ったきり、自暴自棄になった父親は叫びたりになり、会社も辞めてしまう。当時高校生だったレイは中退を余儀なくされ、酒で体を壊した父の看病をしつつ、派遣社員として職を転々としているらしい。結局、何も慎吾には勝てなかった。最初はね、ただお母さんに認められたかっただけだったの。そこから歯車がどんどん狂っていった。涙を流しながら、そう語った。そしてレイは、今まで本当にひどいことをしてしまいました。ごめんなさい。許してもらえるとは思わない。それなのに、さっきは私をかばってくれて、ありがとう。その後、レイの派遣契約が打ち切られることになった。もともと契約更新が怪しかったようだが、こればかりは仕方のないことだ。悲痛な面持ちのレイを見た俺は彼女を食事に誘い、今度東京に支社が作られるからそこで働かないか？と打診した。正直言って少し不安だった。俺のことをずっとライバル視していた彼女が俺の下で働くことは屈辱なのではないかと思ったからだ。そんな不安も打ち解けてみると、レイは少しだけ笑い。私ね、小さい頃は何でもできるシンゴのことが大好きだったし、憧れていたの。シンゴのことが嫌いで憎んでいたんじゃない。シンゴと比べてしまって、劣等感だらけの自分が大嫌いだったんだよ。そう言って、正直な気持ちを教えてくれた。俺だって、レイがすんなりピアノでいろんな曲を弾けるのをすごく羨ましかったんだよ。レイにできて、俺にできないことだってたくさんある。それ以上に、レイは誰よりも努力家なのは知ってる。支社で働くことは、幼馴染の同情で誘ってるわけじゃないよ。レイの努力と才能を知ってるから誘ってるんだ。俺がそう言うと、レイは顔を手で覆い、ありがとう、と何度も言いながら、肩を震わせ泣いていた。数ヶ月後、レイが父親を引き連れ、就職のお礼と過去の謝罪をしに、俺の家を訪れた。俺の父は怒ることもせず、ただひたすらに謝る二人に対し、昔のことは気にするな。できれば前みたいに仲良くしてもらえたら嬉しいよ。と、二人の肩を優しく叩いた。父の寛大な態度に、レイの父親は号泣。それを見て、レイも泣いていた。長年固まっていたしこりが、少しずつでも溶けていくような気がした。今度、レイと一緒にアルバムをめくり、
昔の写真を懐かしむ瞬間が訪れますように。お互いをライバル視することなく、以前のように笑い合える関係に戻れますように。そんな期待を俺は抱いた。